豚猫ゲームチャンネルにようこそ。豚猫です。アストロニアの、実況プレイになります。ですね、前回からちょっといろいろやり込んで、乗り物をやっと1個ゲットしましたね。本来ではないな。オープンじゃないな。アルファ版ですね。プレイアルファ版だと、だいたい、このバギーをゲットするのが先になると思うんですが、確かバギーの場合は、牽引できなかったんですよね。なので、先に牽引ができる、ちょっとコストがこっちの方が高かったんですけど、トラクターをゲットしました。ソケットがついてますね、しっかり。バギーは確かソケットがなかったような気がするんだけどな。この前についてる、電源モジュールとかのソケットはあったんですが、バギーの場合はこう、牽引ができなかったと思うので、牽引ができるようなやつを、先にゲットした方がいいかなと思ってトラクターを試しに。で、こっち方面に、が頭なんだね、トラクターね。おっと、これはなんだっけ？資源。ラテライトが必要だな。ラテライトは持ってないな、今。よいしょ。で、乗り物に乗れば、ゲームが保存されるので、この辺は便利ですね。で、ちょっと遠出をしたら、宇宙船の残骸を発見したので、まぁ、ちょっとやっていこうかな、こいつを。よいしょ。でね、これの中とかにですね、まぁ、アイテムがあったりとかする。よいしょ、ボイーンと。シューキューンと。よいしょ。さあ。よいしょよいしょ。ほら、なんかあった。あれー、こんだけ、中型倉庫があって、で、だけかな。これがね、いかんせん、ちょっとね、見にくいんですけどね。中型倉庫と、黒煙。クジャク石は欲しい。オーガニックはまあ、持っとこうか。よし。こんだけ？お、あそこにいいものがあるじゃない。ローバーシートはこれは壊れてるな。このエクステンダーっていうのはまあ、延長コードなので、使うときがあったらまた取りに来ようかなーって思うぐらい。あんまり一人でソロでやってるとそんなに使い道がない。よいしょよいしょ。こんだけちっちゃいとね、きっとね、洞窟探索も楽になると思うので、前はね、中型ローバーと、よいしょ。中型ローバーと大型ローバーしかなかったんですよね。風力発電機が、これ使えるやつだね。先にこれを持って帰ろうかな、じゃあ。もう一回来て。今戻ってね、このね、トレーラー、を作ろうかなと思います。混合物アルミがあればいいんです。1000倍とか。一回向こうに、あ、まだ向こうにもある。ああ、いいね。ソーラーパネルとか、あと、こう、風力発電機とかも、作ることはできるんだけれど、まあね、資源いちいち掘りに行かなきゃいけなかったりっていうのがあるので、よいしょ。まあね、こういうの見つけたら拾ってった方が楽なんじゃないかなと。
で、まあ今ね、夜なので、夜の時は、おっと、リュックがいっぱいだ。あ、まあいいや。風が吹いてきたから、よいしょ、これをつけて、これでね、ここについてるのが、このトラクターの、バッテリーですね。というか目の前に谷があるじゃないか。ほう、これはいいとこ見つけたぞ。よし。そんなね、ベースからはそんな離れてないのでね、また、後で行きましょうかね。で、風力発電機がスピードを出せばいつもだったら回るんだが、この位置じゃ回らないかな。風の方向とか分かればね、風力発電機で。例えばね、ここについてる、電源セル。これは有限の、おっとっとっと。よいしょ。有限のバッテリーですね。これつければほら。まあ、あれ拾ったやつなんでね、解除はしてないんですが、これ、酸素フィルターと、もう一個アンロックすれば、携帯酸素供給装置、すげえな。こっちかな？電源の方にあるかな？電源セル。で、セルはまあ電池なので、まあ消費しちゃうんですが、この小型電池の方かな？小型電池の方は、電気を貯めとく、エネルギーを貯めとくことができるやつで、セルの方は、まあ、発電がちっちゃいやつですけど、できるってやつなんですよね。まあ、どっちも似たようなもんなんですが、まあ、充電できるんですよね。充電電池の方は。なので、一回作っちゃえば、まあ、死なない限りはね、アイテムロストしない限りは、ずっと、補充ができて、で、使えるっていうので。で、あと、まあ、自分につけても、車につけても、まあ、その分、バッテリー寿命が伸びるというかね、というのがあるので、それもまた便利ですね。よいしょよいしょ。ちょ。クジャク石、はい。で、こんなにいらない。1個持ってればいいから。これはまあ、どっかつけとこう。よいしょ。で、よし。よいしょ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 。で、バイト代をパス。あと何？阻害はあんまり使えなかったから、阻害を外しておこう。で、あとビーコンと、ワークライト。ワークライトはね、夜になったらね、つけとかないとちょっと周りが、特にね、地下だとね、見えないので、これはオフ。で、まあ、風もない、光もない状態で、まあ、車とか乗ってるときは、発電機が必要になってくるので、まあ、発電機は、まあ、常に持ち歩くような感じで。で、まあ、そうだね、これを、よいしょ。
かな。じゃあセルの方を戻して、こっちをつける。バックライト。よいしょ、OK。じゃあもうちょっと遠出してみようかな。今度は反対側に行ってみよう。ゆりゆり、ちっちゃくて可愛いね、トラクターね。気に入ったよ。ローバーはね、まあ積載量は多いんだけれど、地下に潜れないからね。おっとっと。これは太陽の向きが逆になってるから、こういうのがあるからな。こういう、ちょっと、向きが関係する。よしよし。オッケー。よし、オッケー。最高。なんか特になんもねえなぁ。この辺のバイトでも稼いこう。よいしょ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 。あっと、取っちゃった。なんか反応しちゃうからね。コントローラーの場合だと三角ボタンで、リュックに入れられるんだけど、まあ自分が選択してないのもね、入れちゃったりとかするから。お、ここ広いな。おーおー、ほう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 。トンネルもね、アプローチしやすいトンネルとしにくいトンネル、というか洞窟があって、で、ま、これはちょっといいんじゃないか？これは結構。道をつなげれば、ま、それなり、向こうからでも行けなくはないけど、ちょっとあれだな。ちょっと道をつなげて、この辺、も道をつなげて、どんなもんかな。こっちは、お、こっちも結構行きやすそうだね。トンネルって、1層、2層、3層ぐらいまであったかな、前は。で、製品版になってからね、ちょっと変わったんだけど、まあ、それでも、地下に潜って、で、地下の方が資源がやっぱ多いし、研究物質も地下の方が多いので、なるべく潜れるようだったらトライしてみるのもありかなっていうのがあるんだけど。で、トラクターを、アンロックしちゃえば、酸素供給装置になるので、これ自身が。なので、このトラクターで、地下に潜って、で、地下で、物を集めてきて、で、地上に戻ってっていうのを、まあ、序盤のうちはね、結構繰り返すことになるんだけど、そういうのを。まだ家見えるよな。あの家が見えなくなっちゃうと、大変なことになる。このね、ゲームね、マップがないものでして、あれなんだ。マップがないので、まあ、わかるのって言ったら自分がどこにいるか、方位と、あと、ああ、これあれか。黒煙、黒曜、どっちだ？どっちだっけ？資源。樹脂。黒煙、あ、煙の煙だっけこれ。忘れちゃったよ。漢字が苦手だ。
亜鉛だから黒鉛だな。黒鉛は何に使えるのかがあんまりよくわからない。ちょっとなんかいきなり重くなったぞ。重くなってるのは多分地下が生成されてたりとかっていう時が重くなったりとかしたりとかね。で、あとまあ地下にね、こういろんなね資源が多かったりとかすると、それだけ処理がね突然発生するので、よくまあこれでねクラッシュして落ちたりとかするんだけど、それでもね良くなった方なんだけどね。まあね、本来はね、こういうのはね、PC とかでやった方がいいんだけど、まあ、Xbox でもできるっていうからね、なんかある。なんかあんまり見ない葉っぱが、あそこに、あるじゃないの？なんか変わった葉っぱだな。割とね、北極圏に近いので太陽がね結構真横に動いてくれるので、日照時間がちょっと長いのがいいですね。そうするとソーラーバッテリーがね働きやすいので、あっちから来たよな。うん。あっちに戻ればいいだけだから。これ以上先に進んだらちょっと危ないかな。帰り道を見失ってしまう。まあ、そのためにね、ビーコンは一応背負っては来てるんだけど。よいしょ、よいしょ。なんもついてないな、これ。こういうのがあるってことはね、まあこの自分のプレイヤー以外にもこの星に来たねアストロニアンがいるんですよ。でまあね、地底とかでね、まあ行き倒れてたりとかする人もいるんですが、よいしょよいしょ。プレイアルファの時はね森はなかったんですよね。こんなちょっと種類がね、違うね、木が入ったんですけど、こんな、木って感じの木じゃなかったですね、完全に。ちょっとまたガクガクしてるのはあれかな、ゲームをね、長時間放置したりとかしてると、こんな感じになりやすかったりとかするんですけどね。動画撮り始める前に一回落とすのもありだったんじゃないかなーって今更だけど、よいしょ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 。これもあれだな、延長コードしか持ってないな。しかしまあいいオーダー、建物というかねえ、ワープゲートウェイ、ゲートウェイはね、そのまだね謎を解けてないからね、多分何かを取ってこなきゃいけないんだろうけど、その何かがわからないんだよな。
アルファ版の時にはですね、マーブルボールっていうのがあったんですよね。まあ、マインクラフトで言うと、クリーパーと同じような感じで、まあ、何か別のものを作ろうとしてて生まれちゃったものなんですけどね。いや、違ったかな？演算処理で、それを起点にするためのやつだったか、その演算処理を試すときに、目標位置に置いたりとかするために作ったやつだったかっていうのを忘れちゃったんだけど、まあ、もともとはその開発の時に使ってたものだったんだけど、これ、バイト。まあ、それが、ゲーム内でも反映されて、で、見た目が、その、アメちゃんみたいなやつだったので、マーブルボールっていう名前がついたんですけどね。よいしょよいしょよいしょ。いやー、いいな、この乗り物楽しいな。乗り物ができるとやっと楽しくなるからね。やーっとやりやすくなったよって感じで。お、ちょうど研究が終わった。よし、じゃあこれを研究してもらおうか。多分トラクターを作るにしてもアルミが、あ、トラクターじゃなくて、荷台を作るにしてもアルミが多分ないから、また地下に潜らなきゃいけないんだよね。お、これ599もあるんだ。いいね。いや、ちょっとまた重いな。重いのは、やっちゃーん。実績解除のせいだったね。今の研究物質はですね、地下で、生えてる、こいつ、このちょっと気持ち悪い、これ植物なんですけど、これの根を栽培させたら、下に研究物質が出てきてくれました。で、もういらなくなったから処理したいんだけど、こんぐらいだ。近すぎたか。初めての死が、ものすごいベースの近くっていう、情けないなぁ。よいしょ。はいはい。回収するよ。まずこれでしょ。次これ。これ。ちょっとどこ行くの？よいしょ。ほい。まあ、こんなことがあるので、処理は注意してね。処理するように。ほい。よいしょ。違う。これを、こう。これを、ここ。よいしょ。で、これが、ここ。見やすいからね、ここに置いとくと。よし。で、小型発電機はセットすれば、まあ、いいんだけど、セットした状態で置いとくと、普通のオーガニックと間違いやすいので、ここにセットするのが、ベストだと思います。で、まあ、いろんなものが増えていくとね、どうしても、こう、必然的にね、リュックにも中にもね、こう、だんだん埋まってっちゃって、資源がね、手に入らなくなっちゃってくるんだけど、おっとっと危ねえ。植えるのはいいけど、処理するのがすごい大変なんだよなーっていうのが、植物。あるので。で、まあ、次はね、まあ、バイト、あ、溜まったね、確か。トラクターは、第2かな。トラク、荷台が欲しい。これ。アルミと混合物質。アルミまだ1個余ってたような気がするんだけどなー。あった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 。よしよしよし。よいしょ。よいしょ。で、混合物質と。
で、小型プリンターに、トラクターはある。プラットフォームじゃない、倉庫じゃない、プリンター、5大燃料、オーバーシート、トレーラー、トレーラーが欲しい。よいしょ。はい。はい。トレーラー、ソケットというか、ソケット、ジョイントがあって、上に乗せられるのが1個か。1個じゃなぁ。ちょっとあれかなぁ。まあ、1個あれば。わ、ここに作るんじゃなかった。失敗した。あ、いいのか。今は持っていけるのか。アルファの時はね、この梱包されなかったのでね、ちょっとね、作るところを間違えると大変なことになってるんですけどね。で、こいつは自走しないので、よいしょ、乗って、バックして、よいしょ、あ、逆。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、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 よいしょ、オッケー。これで運搬できるようになるぞ。よいしょ、オッケー。こいつには電池が備わってないんだね。残念。もう一連結できれば、いいかな。よーし、これで。こっち側にあったやつを、取りに行けるぞ。でね、あれなんですよね。プラットフォームに酸素供給装置をつけてっていうのは、まあ、移動速度がね、どうしてもね、あるので、序盤はいいんですけどね、あれでも。遠くにも行けるし、地下の探索もできるし。で、この、ソケットというか、ジョイントというか、二つのね、やつが付けられるやつがあるので、まあ、前回はね、前回っていうか、プレイアルファ版の時は酸素供給装置つけないでよかったので、ローバーシートくっつけて、で、探索してれば、まあ、残りね、6個ソケットがつくので、研究物質を3つ運べたんですよね、いっぺんに。なので、大活躍でしたね、その時は。私が欲しいのは、あれだ。ちょっと重い。よしよしよし。はい、到着。さてさて。よしよし。ちょうどよく発電してくれてるじゃないか。よっ、よっ、よし、オッケー。で、まあ、そうだね。これを回収して、で、まあ、研究物質もね、これで運べるので。よっ。はい、くっつける。ほら。これで OK。あー、帰ろう。意外と早いな、トラクター。これは、これはこれだけで十分じゃないかな、ソロでやるんだったら。まあ、バギーがね、あってもいいんだけどね、バギーはね、そのね、そんなに。よし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 、いいぞいいぞ。スピードが結構出てるから、風も出て、あ、よいしょよいしょ、いいぞいいぞ、回れ。なんで、ソーラーパネルとかつければね、もうずっと走れるからね。よいしょよいしょ。
よーし。はい、到着。乗り物があれば、ね、できるとね、もう、一気に、探索範囲も広がるし。これはそんなでもないな。よし。まあ、そうだな。余ってるから、これを、ここにつけとけば、いいかな。いいね、いいね。でね、前にね、ちょっとね、地下を探索してたらですね、いいもの見つけたんですよ。中型発電機。ただ、この発電機ね、使うのにはね、これね、炭素がいるんですよ。溶鉱炉から作れる。何で作ればいいんだ、炭素って。炭素はどうやって作るんだっての書いてはないかな。ポッポッ。資源。炭素。炭素。なんだろう。アンモニウム。溶鉱炉から作れるわけでしょ？まさかオーガニックから炭素はできんでしょう。あ、もう。ああ、ああ。何から作れるんだろう、炭素って。粘土混合物、オーガニック、固着石、リチウム、石英、樹脂か、オーガニック、樹脂かな？もしかして、溶鉱炉に樹脂を突っ込んでみるか。お、いかない。ダメっぽい。そことはやっぱオーガニックかな。ちょっとその辺の草をもらってみるか。よっ、よっ。草くれ、草。本当はね、阻害にモッドがあればいいんだけど。疎開モッド使ってもね、ダメだもんってね。さあ、オーガニックを焼いたら、お、当たり。オーガニックを焼こう。オーガニックを焼いて炭素をいっぱい作ろう。前回はね、炭素がね、石炭だったかな、代わりに。まあね、炭素だからね、炭でしょ、要は。まあ、木炭ではないけれど、まあ、オーガニックを、炭にして、この炭素を、ぶっ込むと、なんと発電機なんですよ、これ。って、まあ、書いてあるから、中型発電機ね。まあ、電力がね、まあ、このね、小型発電機の、倍あるのかな。だいたいね、ソーラーも、風力発電機も、この、はめ込むソケットが2つあるやつ、ソケット、プラグ、2つあるやつは、だいたい2倍の効力がある。と思ってください。なのでね、実はね、大型、中型のね、風力タービンを作らなくても、この、小型風力タービンを2つあればね、中型1個分と同じなのでね、あっちの方がいい。で、まあ、このゲーム面白いところがあって、風の流れがあるので、風力発電に適した位置とかってあるんですよ。で、ずーっと風が回ってる場所もあったりとかするもんで、そこら辺をね、うまく活用していけばね、
永遠と発電ができるよ。さあさあ。やめて。よいしょ。で。まあ何にしたってね、電気がね、あってなんぼだから。そうだな。アルミがもう一個欲しいんだよな。アルミを取りに行くか。よし。アルミを取りに行くから、でも、まあ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 、いいかな、いいかな。ビーコンは置いていくか。ビーコンはいらないから置いていこう。で、まあ、ソーラー発電持ってってもしょうがないしな。地下に潜るわけだし。こんなもんでいいかな。で、地下にキノコあるから、なくなったらキノコを取ろうか。ん？ところで今何分だ？お、もう36分もやってる。ということで、今回の動画はここまでです。あのね、まあ、随時見せてはいきたいんだけれど、まあ、地味なね、動画になっちゃうのもあれだし、何かしら進展があったら、こう、ね、その直前にちょっと、録画を開始して、ちょっと僕が楽しんでるところをお見せしたいと思います。ので、そうだな、次は、まあ、下に行ってきて、で、これが、今、連結がもう1連結増えて3連結になったら、またちょっと楽しくなるのかなーっていう感じで、で、今回はここまでです。視聴してくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょうってね。